衝突心理、著、夢の旧作、朗読、青木荘。昭和9年4月1日の午前10時ごろ、神奈川県川崎の警察署へ新聞記者が5、6人集まって、交通巡査から夕刊記事をもらっていた。それはちょっと聞いたところ、極めて簡単明瞭な交通事故であった。その早朝の3時ごろ、京浜国道川崎市の東の出外れでトラック同士が衝突した。突きかけた方は同県下小安芋田農場の1トン積み絞れーの使い古した牛乳トラックで、衝突と同時に機械と運転台をめちゃめちゃにした上に、運転手の谷口才六31歳は頭蓋骨粉砕、頸骨、左肋骨を打ち折り即死、助手兼乳搾り山口猿男17歳は左足の大腿部を骨折し人事不詳に陥っている。また突っかけられた方の車は深川の三徳製材会社用新着のビッグ特製2トン半積みダブルタイヤで、横浜市街の渋戸材木倉庫から米松を運搬すべく、交通の少ない夜半に同国道を往復していたもので、損害といってはヘッドライトと機械を打ち壊し、全部右車軸を押しゆがめて運転不能に陥り、運転手戸若一松29歳はガラスの破片による前額部の裂傷、治療1週間を追うて一時失神、同乗の助手と材木中氏の2人が顔面や胸部に治療2、3週間の打撲傷を負うて同じく一時失神しただけであった。衝突の原因は小型シボレーの牛乳トラックがヘッドライトを消したのに対して、大型ビッグの材木トラックの運転手戸若一松がヘッドライトを消さなかったため、牛乳トラックの運転手谷口が目をくらまされてハンドルを誤ったらしいことが、その朝になって意識を回復した同乗者材木中氏谷菓子の件によって判明したというだけで、新聞記者は皆満足して記事を作り上げて帰った。がしかし、若いロイドメガネをかけた交通巡査は記者たちにそう説明しながらも、なんとなく腑に落ちない点があるように思った。交通規則の中に夜間、自動車同士がすれ違った時にヘッドライトを消すべしという箇条は別にない。ただお互い同士が眩しくて危険なために消し合うのが一つの不文律兼挨拶みたいなようになっているのであるが、しかしたとえ相手がヘッドライトを消さなかったにしても、コースの不安定な自転車ならばいざ知らず、慣れた運転手ならば眩しい方向に吸い寄せられてぶっつけ合うようなヘマをする気遣いはまずないと言ってもいいので、その点について川崎署の交通巡査はちょっとした不審を起こしたらしい。傷の手当てが済んで元気を回復した大型トラックの運転手戸若一松を巡査部長室に連れ込んで、その当時の模様を今一度聞いてみた。相手はお前の車のヘッドライトが眩しいためにハンドルを誤ったんだな。ええ。戸若運転手はなぜか返事を躊躇した。青白い怯えたような目つきで交通巡査の顔を見た。どうかね。衝突の原因について他に心当たりはないんか。え？へえ。活動俳優見たような講談師の戸若運転手は無粋な格好に巻いた頭の包帯をうなだれた。免状を見るとお前はかなり古い運転手やないか。へえ。どうしてヘッドライトを消さなかったんか、別に咎めるわけじゃないが、黙って考え込んでいた戸若運転手は
やがてごっくりと一つ大きくうなずいた。何事か決心したらしく、深いため息をして顔を上げた。興奮したらしく目を光らせて、乾いた唇をなめた。はい、実は殺されるのが恐ろしゅうございましたので。何？殺される？交通巡査はびっくりしたようにロイドメガネをかけ直し、腕章を上の方へ押し上げた。妙なことを言うな。ヘッドライトを消やせばなぜ殺されるんか。お前頭がどうかしとらせんか。とわか運転手は目をしばたたいた。気の弱い男らしく涙をいっぱいにためると、机の向こう側の端に両手をついて頭を下げた。へい、恐れ入ります。私はもうすっかりぜひ後悔をしております。何もかも白状いたします。白状するちゅうて何か悪いことでもしたんか。ええ、私は滞在人です。魔男と盗っ人の二重の滞在人です。それを知っている者はあの惨死しました蟹口さんだけです。蟹口さんは私から女と2000円の金を盗まれたまま黙っていてくれたのです。しかしあの恐ろしい死に顔を見たら迷いの夢が覚めました。何もかも白状いたします。はいはい。とわか運転手は机の端にひれ伏したまま涙をバラバラと落とし始めた。ちょっと待て、ちょっと。少々驚いたらしい交通巡査は帳面片手に立ち上がってそそくさと部長室を出ていった。広間の大火鉢の前でタバコを吸っている巡査部長のそばへ近づいてこそこそと耳打ちした。そんなことを言い出したもんですから、どうも僕の受け持ちではなさそうです。ちょっと立ち会っていただきたいんですが。巡査部長は面倒くさそうにあくびしいし頷いた。向かい合ってタバコを吸っている二人の刑事を顧みた。この頃そんな話は聞かんな。まあ男とか2000円の盗難とか。二人の刑事は目をパチパチさせて部長を仰いだ。一人が頭を左右に振った。おかしいですね。ぶつかった拍子に頭がへんてこになったんじゃねえかな。とにかく君らも一緒に来てくれたまえ。部長と二人の刑事が交通巡査を先に立って部長室に入った。四人の警官に取り巻かれた戸若運転手ちょっと怯えたらしい。さっと唇の色をなくしたが、交通巡査がついてやった熱い茶をすすると、また一つほっとため息をした。覚悟を決めたらしく、次のように奇怪な陳述を始めた。戸若運転手は鹿児島の生まれで、昭和6年に同郷の先輩梶口運転手を頼って上京し、一緒に東京虎ノ門の旋盤トラックに勤めた。谷口は好人物の変わり者という評判であったが、兄貴分だけに戸若をいろいろと世話して着物や金を与えたことがたびたびであった。だから戸若は谷口を深く恩に着ていた。戸若は旋盤トラックのギャレージの2階に寝泊まりしていたが、谷口はヨドバシでタバコ店を出している妻女鶴子25歳のところから通勤していた。その妻女の鶴子というのは、頑固なグロテスクな顔をした谷口とは正反対に、江戸前のすっきりした別品で、この上なしの亭主高校、また谷口もじれったいくらいのカカア高校というのが評判であった。谷口夫婦の間に子供はなかったが、
谷口は植木物が好きで、狭い庭に縁日から買ってきた朝顔やナスやトマトの鉢を並べ、店先にも見事な朝顔や菊を飾ったりしたので、それが目印になってタバコ店がますます繁盛していくらしかった。十和子は一度その鶴子に会って今までの礼を言いたい言いたいと思っていたが、忙しいのでつい機会をなくしていた。ところが一昨昭和7年の夏、谷口は突然に 2,3 日の予定で神戸に行くことになった。何でも旋盤トラックの主人の命令で神戸へ行ってチューブルのトラックを2台仕入れてくるという話であったが、出かけるときに、十和子君、すまんが俺の留守中に植木鉢へ水をやってくれんか。朝は鶴子がやるが、午後になると店からどうしても手が離されんけに、な、頼んますど、とくれぐれも言い置いていった。十和子は喜んで引き受けた。明くる日は午後から半日、暇をもらって頼まれた通りに谷口のところへ来て、鶴子にいろいろと長々の礼を述べた。それから植木鉢の世話を鶴子の指図通りにしたが、その時にお互いに魔が差したとでも言おうか、鶴子が無理に引き止めて十和子に夕飯のごちそうをしたのがきっかけとなった。二人はのっぴきならぬところへ落ち込んでしまった。二人がずるずると深間に落ちる速さより、そうした噂の立つスピードの方が速かった。するとその噂を聞いたものかどうだかわからない、谷口は突然に十和子にもだんまりで旋盤トラックを引いて、鶴子と共に淀橋のタバコ店まで引き払い、小安の芋田農場の専属運転手となった。そうしてそのうちにだんだんと園芸の方へ頭が傾いてきたらしい。農場内の自宅の庭へいちごやきゅうりの小さなフレームを作った。屋根一面にかぼちゃのつるをはわしたりして、おやしの匂いを着物まで染み込まして喜んでいた。今にどこかで小さな土地を買って促成栽培でもやろうか。毛頭を相手にすればいちご一粒が12銭、きゅうり一本が30銭もするんだから、などと妻の鶴子へ相談することがあった。しかし鶴子は極力不賛成を唱えた。せっかく油の匂いに慣れたところに肥やしの匂いなんか押し付けられちゃたまらない、なぞとわがままを突っ張った。無理にも亭主に運転手家業をやめさせまいとした。鶴子と十和子の関係は切れていないのであった。結局谷口がどうしても農業に転向するものと見込みをつけた完膚完膚は、谷口が汗を絞った貯金2004円を巻き上げる計画を立てた。十和子は一昨昭和7年の12月の初めのある夕方、日が暮れるとすぐに谷口の留守宅に忍び入り、鶴子を細帯で縛り上げ、猿ぐつわをかました上で2000円の貯金の通帳と印行を奪って逃走した。後にはおもちゃのピストルを一丁落としておいた。ほどなく帰ってきた谷口はこの体を見て大いに狼狽し、警察に訴えようとしたが、鶴子は私の恥が明るみに出るから嫌だと主張して、とうとう訴えさせなかった。そうしてそれから3日ばかり経った頃、私は一旦泥棒に身を汚された以上、あなたのような潔白な正しい人の妻になることはできません。思い切って死にますから、縁のない昔と諦めてください。あなたの好きな人と結婚してください。私は人の知らないところに死骸を隠したいのですから、どうぞ警察に届けないでください。私の恥をさらさないようにしてください。私の一生のお願いです。
私は泣きながら死にます。死んであなたの幸福を祈ります、という意味の書き置きを残して、真っ昼間家出してしまった。荒人物の谷口はこの書き置きを真面目に信じて届け出なかったらしい。二人はそれで安心して道行きを決め込み、一旦山陰地方のバス会社に身を潜めたが、2000円の金を使い果たすと、大胆にも昨昭和8年の夏、またもや東京へ舞い戻ってきて小梅に同棲し、真男の十和子は三徳材木店専属のトラックの運転手となっていた。そこでそれとなく様子を聞いてみると、谷口運転手はそれ以来すっかり焼け気味となり、大酒を飲み習い、誰彼の見境なく喧嘩を吹っかけるようになっている。なぜだかわからないが、十和子という若造を見つけたらすぐに知らせてくれ。撃ち殺してくれるから、と言っている。という運転手仲間の噂話なので、十和子はもうすっかり震え上がってしまった。少し旅費ができたらすぐに都落ちをするつもりでいた。そのうちに今年の春からいくらかの貯金ができたので、いよいよどこかへ飛ぶつもりになったが、そのお名残といったような気持ちで、ついこの間の3月の末、こっそり谷口の家の様子を覗きに行ってみる。裏庭の野菜や菊畑、屋根のかぼちゃのつるも枯れ枯れになって、ペンペン草が方々と生えているあばら屋の中に、泥酔した谷口がぐーぐー眠っていた。その痩せ衰えたひげだらけの恩人の姿を見たときに、十和子は、ああ、すまないことをした、と思った。それ以来、後悔の念が高まるばかりで、東京を離れるのさえ気が済まないような気がしていた。そこへ昨夜、支配人から京浜国道の材木運搬を命ぜられて、午後の10時から2回往復したが、最初は小安の近くを通るのが恐ろしくてしようがなかった。もしや谷口のトラックに行き合いはしないだろうかと思って、ヒヤヒヤしいし運転していくところへ、向こうから来たトラックがヘッドライトを消したから、こちらもすぐに消したが、その消した瞬間に谷口の頑固な顎とものすごく光る目が真正面に見えたので、ゾッとしてすれ違った。よもや気づかれはしまいと思ったが、思い出すたんびに頭の毛がざわざわしてしようがなかったので、一旦材木を積んで深川へ帰ってから一杯酒を飲んで、もう一度往復するために手ぬぐいで下顎を覆面して深夜の京浜国道を下った。川崎の町明かりの中から見覚えのある小安農場のトラックが出てくるのを見た時には、思わず緊張してハンチング帽を目深くかぶり直した。思い切って全速力を出した。ヘッドライトを消したまま猛然とスピードをかけてくるトラックの横を、こちらはヘッドライトを消さないまま一気に駆け抜けようとしたが、その刹那に鬼のような形相に変わった谷口運転手が、思い切りハンドルを右に回している姿がちらりと見えたと思う間もなく、呆然と衝突してしまった。こちらのトラックの方が新しくて頑固だったので、相手のやわな車を引っ掛けて引きずり倒したまま20メートルほど前進して停車したが、停車すると同時に相手のトラックのデッキに並んだ牛乳が大波のように舞い上がって、そこいら中に滝のように降り注いだことだけを夢のように記憶している。今朝になって正気づいて病院から警察へ連れてこられて、表の叩きにござをかぶせたまま置いてある。
あの谷口運転手のめちゃめちゃになった妖怪じみた死骸を見た瞬間に、壊れた額から飛び出した二つの目玉が私を睨んでいるのに気づいた時に、私はもう一度気が遠くなりかけました。谷口運転手は私ということに気づいていたに違いありません。私と差し違えるつもりであんなことをしたに違いないと思います。私は何もかも白状します。どんな罪でも受けます。そうして谷口さんの恨みを晴らしてもらわなければ、とても恐ろしくてたまりません。妻の鶴子にもそう言ってください。二人は同罪だから罪滅ぼしをしろと言ってください。うんぬんというのが十若運転手の告白であった。さすがにことに慣れた川崎署員たちも、こうした告白は珍しかったらしい。十若運転手が告白を終わってうなだれてしまってからも、4人の警官が互いに顔を見合わせてシーンとしていた。しかし、そのうちに巡査部長が何かしら憂鬱そうな目を据えながら、十若の包帯頭を凝視した。よく白状した。お前の後悔は認めてやるぞ。十若はまた一つ頭を下げた。しくしくとしゃくり上げ始めた。私が悪うございました。最前から手持ち無沙汰でいた交通巡査がロイドメガネをかけ直した。帳面をひねりながらこう、それはそれでいいとして、衝突の原因はお前がライトを消さなかったせいじゃない。谷口が故意に衝突させたというんだな。はい、そうなんで、思い出してもゾッとします。しかしそいつは何ともわからんな。いくら恨みがあるにしてもそんな無茶をやるのは。いいえ。十若は興奮して立ち上がった。自分の告白の神聖さを侮辱されたように目の色を変えて口をとんがらした。それに違いないんです。でなきゃこんなことまで白状しやしません。ぶつかった途端に私は、俺が悪かったと怒鳴ったくらいだったんです。綿のやつには聞こえなかったかもしれませんけど、間違いありません。といううちに額の傷が興奮のために破れたらしい。包帯の上に新しい血が真っ赤ににじみ出した。交通巡査も二人の刑事も巡査部長と同様に憂鬱な顔になってしまった。相手の剣幕の真剣さに圧倒されたかのように、つい、まあええ、もうちっと調べてみんとわからん。交通巡査は幾分意地になったような動きで巡査部長に向かって頭を下げた。ちょっと谷口の助手をしていた山口猿夫という小僧の容態を見てきます。口が聞けたら審問してみたいですから。衝突現場付近に武藤外科医院に入院していた乳搾り少年山口猿夫は、左足に巨大なギプスをはめたまま意識を回復していた。枕元には芋田農場の牧場主任、園芸主任が突っ立って人々話をした。警官の姿を見た二人が別室に退いた後で、交通巡査から異彩の話を聞いた山口少年は目を光らして頭を左右に、違います、そんなことがあるもんですか。僕は谷口さんの近所にいますし、いつも牛乳トラックに一緒に乗っていくんでよく知ってます。そんなことがあったかもしれませんが、谷内さんは一口もそんな話をしませんでした。しかし谷内さんがこの頃すっかりやけになっていたことは事実です。
自分の子供のように可愛がっていた野菜や植木にも水をやらないでお酒ばっかり飲んでいたんです。短期で喧嘩ばかりしていていつも困っていたんです。途中で降りてバーで一杯引っ掛けてくると一層気が荒くなって、運転が乱暴になっちゃってとても恐ろしかったんです。この頃年締まりがズボラになったんで。ごめんなさい、谷口さんがそう言ったんですから。緩くなったんで礼儀も何も知らない土百姓みたいな運転手が京浜国道をのさばりやがってしようがねえ。こちらでちゃんとヘッドライトを消してやっても挨拶も何もしねえで通り抜けるやつが多いんだ。何のやつら。ごめんなさい、そう言ったんですから。別品の乗っているエロハイヤばかり、トラックなんか見向きもしねえからこんなことになるんだ。今に見てろ、挨拶しねえ車に真正面からぶっつけてくれるからって言うんです。僕恐ろしかったんですけど、まさかにそんな無茶なことをしやしめえと思っていたら、今夜は特別に酔っ払っていたんでしょう。本当にやっつけたんです。くそったれい。って言ううちにハンドルを曲げちゃったんです。僕はっと思った拍子に夢中で外へ飛び出したんですけど、40か50ぐらい出していたもんですから飛び降りるなり叩きつけられちゃったんです。相手の車ですか。見えるものですか。ライトが眩しくってトラックだかハイヤだかは分かりゃしません。驚いたな。谷口さん死んだんですか。無茶だな。